こんばんは、カエル・ギブスンですけれども、今日の英会話レッスンですね、こうシンプルなレッスンじゃないんですね。今日は、レイシズムに関して話したい。この間のスーパーボールの CM の、コカ・コラの話聞いてるでしょうか？まあ、ちょっとあれをやりましょうね。こう、ちょっとリンク、ちょっと見せるね。で、このリンクを見て読んでもらって、アメリカ人の本当のことね、ちょっとバレちゃうんだよね。本当のことっていう、ちょっといろんな人本音的に Twitter でいろいろ言ってたらしいね。だから自分でよちょっと読んでほしいね。なんでかっていうと、まあアメリカ人はこういうふうに考えてますということです。まあ、結構いろんなバカな人がいると思うんですけれども、まあ、特にアメリカに多いだと思うんですね。こういうふうに考えてる人ね。みんなじゃないからさ、本当にね、優しい人がいる。でも、結局、訛りでバレちゃうんですよ。アホみたいな人は、絶対、こういうふうに話すんだよ。だってこういうく、あの国じゃないんだけど、州から来る人ってこういうちょっと訛りがあって、考えがちょっと遅いって感じがするんだけど、ちょっと遅れてるって感じがするんだけど、まあ僕も外人見たことないんだけど、もしまあ俺の家に来てくれたら、ちゃんとフォークとナイフの使い方を教えてあげるわ。まあ外国人別に問題ないんだけど、好きだよ。問題ない。いらっしゃい、いらっしゃい。まあそういう訛りで話す人ね、多分そういう考えがあるから気をつけてください。でも優しいの言い方ね。まあ日本語にするとどんな感じでしょう。わあ、こんにちは。僕の名前、カイル・ギブソン。あ、いらっしゃいませ。これ、おいしい？俺、まあ、おいしいと思うよ。違うか。俺、わかんないけど。The point of what I'm trying to say is that there are different people, and it doesn't really matter what country you're from. You could be white, you could be black, you could be yellow, you could be Japanese, you could be Chinese, you could be Korean, you could be anything. It just matters if you are nice or not. And that means being nice to everybody, any human being, no matter where you go, no matter who you talk to, no matter what color their skin is, just be nice. Be cool. It's like, I don't know, maybe this is just where I'm from, but hopefully, like a lot of people in California, they really try to be cool with each other. Hey. Chill out, bro. So if you hear somebody talk like that, then you have a good, how do you say, hint, good clue that this person is a nice person. Yeah. So be, but その、もう一つの訛りの人ね、気をつけてくださいね。怖いんだよ。Anyway, 自分の心を信じてね。なんか変な人がいっぱいいるんだけど。でも頑張ってね、英語を話してみて、自分もね、なんかこうカタカナなまりじゃなくてね、もうちょっとスムーズな、ハッピーな、ポジティブな、なまりで話してみてね。When are you gonna get it? じゃあまた頑張ってね。バイバイ。